こんにちは。今回は YouTube のサムネイルの作り方をね、ちょっと説明しますね。非常に簡単ですんで、これから全ての手順やります。よく見といてください。じゃあね、このままカメラをパソコンの方に向けますね。はい、今ね、ここに画像が1個あります。これをですね、マウスの右クリックをして、これ開きますんで、編集ってところに合わせてください。編集ね、ここら辺にありますからね。編集ってところに合わせると、こういうふうなペイントっていうソフトが、 Windows のペイントっていうソフトが開くんですよね。はい、あとはカーソルを例えばこの A に合わせてクリックします。そうするとここに文字が書けるようになるんですよ。あとは入力するだけですね。お正月って打ちました。で、エンターして、それで終わりですね。これでいかがですか？文字が入ったと思うんですよ。まあ、新たに文字入れたかったら、もう一回この A っていうのをやって、クリックして、こうですね。例えば、令和3年とか入れます。簡単でしょ？うん。ちなみにね、ここに画像があったりするんですよ。これをクリックすると、ここに絵が引けたりするんですね、こうやって。で、色の設定もできますんで、この色をね、例えば赤にします。そうすると先ほどのこの枠が赤になったでしょ？その後大きさ変えることもできますからね、こうやって。で、枠外をクリックすると確定します。これでいかがでしょうか？あとは、この右上のバッテンで閉じるだけ。上書き保存とかなんとかって出てきますんで、ね。するということです。で、以上が全ての手順なんですけども、ちなみにですね、この Google でサムネイル見えます？見えにくいですね、ちょっとすみません。サムネイル作り方で検索しても、サムネイルの作り方出てきますんでね。ここで動画に合わせると、まあ、私みたいに YouTube で説明している人がたくさん出てきますんで、まあ、私にね、いろいろと全然聞いていただいても構いませんけども、返信を待つ間にこうやって自分自身で検索して、やり方を Google に教わる方法もあります。はい、ということでいかがだったでしょうか？ヒントになれば幸いです。